者の里として知られる伊賀市で、日本と中国の研究者が忍者をテーマにした研究成果を発表するシンポジウムが開かれました。このシンポジウムは忍者を国際的な視点で研究し、国際交流や観光振興につなげようと三重大学が企画し、大学関係者や市民らおよそ150人が参加しました。シンポジウムでは日本と中国の研究者が発表し、このうち三重大学の教授は、忍術は謀略や撹乱といった軍事技術として日本の風土文化の中で独自に形成され、忍者には道徳心や主君への忠誠心が求められていたと説明しました。また中国の研究者は、江戸時代に大衆文学が発展する中で忍者にエンターテインメントの要素が加わって現在のイメージに至ったのではないかという考えを示しました。忍者というものは、どのようにして成立をしてきて、どういうふうに展開をしてきたのか、その姿であるとか役割であるとか、そういうものがどういうふうに変化してきたのか、その時に中国からどんな影響があったのかという、そういうことをいろいろ明らかにしていきたいというふうに思っています。シンポジウムは明日も開かれ、手裏剣など忍術の体験講座も行われます。